しコースターを作っていきたいと思います。すごくこのコットン糸なんですけど、肌触りもいいし、グラスに合わせても映えるなっていう感じで可愛らしいです。こちらは2本編みしました。しっかりしてます。今日はこちらで1本編みでいきたいと思います。準備するものは毛糸、かぎ針、とじ針、マーカー、ハサミです。今日使用する糸は私も大好きな手芸店の湯沢屋さんで購入しました。結構湯沢屋さんではセール品を販売してくれていて、こちらも一玉100円ぐらいで購入できてます。中に段ボールが入っているタイプなので、中から糸を探すのがちょっとできずに外から使っていこうかなと思います。綿 100% でグラデーションタイプの毛糸なんで、帽子とかちっちゃい子用に編んでも可愛いかなと思います。かぎ針は4号から5号推奨ということなので、今回は4号を使っていきたいと思います。こちらが4号でこっちが6号なので、今回は4号使っていきたいと思います。こちらのコースターは一番初めは輪を作っていきます。これは鎖編み5つで輪を作って長編みを編み込んでいくスタイルです。輪を作っていきます。作り目ができました。そこから鎖編みを5つ、1、2、3、4、5、鎖編みの最初の1目目、ここです。そこに針を1本通します。で、持ってきたこの糸を引き抜きます。針を通す輪の中心はここです。鎖編み3目で立ち上がります。1、2、3、長編みを15本、そしてこの立ち上がりで16本輪にしていきます。引っ掛けて輪の中心に針を刺し持ってきます。そして2本取る、2本取る、マーカーをつけておきたいと思います。長編みの最初の目はここです。糸を引っ掛けて中心に針を刺します。この時この結び目を糸の右側に持ってきます。この糸端をかぎ針の上にかけます。そして糸を持ってくる、糸端を編み込んでいきたいと思います。糸を引っ掛けて針を刺す、そして糸端を針の上に乗せる、糸を持ってくる、引っ掛けて2目取って、引っ掛けて2目取る。こうすると後で糸端の糸始末をしなくていいので楽かなと思います。結構最後の方まで私は編み込めるだけ編み込んでいっちゃいます。編み込んでる間にどんどんと隙間がなくなってきてる感じがするときは、少しだけ糸をギュッとずらしてあげて輪が出てくると思います。まああまり気にしなくても大丈夫なんですけど、気になるときはギュッと引っ張ってあげてください。今何目編めたのか数えてみたいと思います。最初の一目目にマーカーがしてあります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、あと1本入れたらおしまいです。引っ掛けて穴に刺す。で、糸端最後まで残りましたね。編みくるんできましたけど、1、2、3目目の頭に引き抜き編みをします。3目目、ここが鎖編みの頭になります。持ってきてそのまま引き抜く。
これで1段が編めました。この時後ろにある糸端をちょっと邪魔っ気なので切っちゃおうと思います。こちらの1段目が編めました。次は2段目です。2段目は中長編みの玉編みを16個です。中長編みの玉編みは1つの長編みの頭に3回未完成の中長編みを繰り返して編み込んでいくと1つの玉編みができます。その玉編みの次に1つここに鎖編みがあります。これで1セットです。玉編みのスタートは引き抜いた糸を少し長めに持ってきて糸を引っ掛けてこちらの引き抜いたところに針を刺します。そして糸を持ってきます。長さを揃えてください。3回目未完成の中長編みが3個できてます。それを一気に引き抜きます。鎖編み1個で閉じます。長編みの頭に玉編みを編み込んでいきます。糸を引っ掛けて針を刺します。そして未完成の中長編みを1個糸をちょっとだけ引き出してください。引っ掛けて持ってくる。そして3回やります。糸を引っ掛けて持ってくる。7本針に糸が引っ掛かっている状態です。糸を引っ掛けて持ってくる。一気に引き抜きます。そして鎖編み1つで閉じていきます。糸を引っ掛けて針を刺します。持ってきて糸を引っ掛けて針を刺す。3目目で最後です。7本かかっています。その状態で一度に引き抜きます。そして鎖編みを1つです。残り2目のところまで来ました。糸を引っ掛けて針を刺します。持ってきて針を刺してまた中長編みの未完成を3個作っていきます。糸を引っ掛けて針を通します。鎖編み1つで閉じていきます。最後とっても目がぎゅうぎゅうで見えにくいんですけども、私の場合ここにあるので刺していきたいと思います。穴がちっちゃくなっちゃったりするとグリグリとやったりすることあります。これで16個あると思うので皆さんも数えてみてください。そして最後鎖編みで閉じます。どこに引き抜くかというとここです。持ってきてそのまま引き抜きます。これで2段目が編めました。次は3段目です。3段目は長編みの玉編みです。1本2本3本で形成されてるんですけど、一番最初だけは鎖編みで1本目を作って長編みを2本その3本で1つの玉編みにします。まずは編み込む場所を移動していきます。今玉編みの頭に引き抜き編みがあります。その隣に鎖1つの穴があると思うんですけど、ここに針を刺して引き抜き編みをします。そうすると位置が移動しました。3段目を編み込んでいきます。1、2、3、糸を引っ掛けて未完成な長編みを作ります。糸を持ってきて2本引き抜く。これで未完成の長編みが1本編めています。糸を引っ掛けて針を刺す。
そして持ってきて糸を引っ掛けて2本取ります。これで未完成の長編みが2つ編めています。鎖編み1本と合わせてこの3本を1つとして一度に引き抜きます。これで玉編みが1つ完成です。鎖編み2つ入れていきます。1、2、そして今度はまた玉編みと玉編みの間にあるこの鎖編みのところに編み込んでいきます。糸を引っ掛けて針を刺して持ってくる。そして2本引き抜く。糸を引っ掛けて針を刺し糸を持ってくる。そして引っ掛けて2本取る。糸を引っ掛けて針を刺す。持ってきて2本引き抜く。針に4本かかっているのでそれを一度に引き抜きます。鎖編みを2つ、1、2、糸を引っ掛けて針を刺す。糸を持ってくる。2本取る。糸を引っ掛けて針を刺す。持ってきて2本取る。糸を引っ掛けて針を刺す。糸を持ってきて2本取る。一度に引き抜く。鎖2つです。残り2目のところまで来ました。同じく2本取って2本取って2本取って未完成の長編みを3本、針にかかっている4目を取って2目、1、2、最後の目です。最後はこの間に入れていきます。完成の長編みを3本作ります。かかっている4目を一気に引き抜きます。そして鎖編みを2つします。最後の鎖編みを忘れないようにしてください。玉編みの頭に引き抜きます。玉編みの頭はこの立ち上がり3目の1、2、3目の次の目、ここに引き抜きます。これで3段目が編めました。4段目は長々編みの玉編みです。1段目、2段目、3段目、4段目こちらを作っていきます。3段目の編み終わりです。ここからまた移動します。針を刺して糸を持ってくる。引き抜き編みをします。これで移動できました。長々編みなので4目で立ち上げます。長々編みなので4目で立ち上げます。1、2、3、4、長々編みの玉編みなので2回巻きつけます。1回、2回、そして針を通します。糸を持ってきます。4本かかっている状態で2本引き抜きます。3本かかっている状態で2本引き抜きます。これで長々編みの未完成のものが1本できました。同じものをもう1本作ります。1、2、2回巻きつけてから針を刺して糸を持ってくる。2本引き抜く。そして2本引き抜く。糸を引っ掛けて持ってくる。これで1つ玉編みができました。鎖編みを4つ編み込みます。1、2、3、4、次も玉編みと玉編みの間に長々編みの玉編みを編み込んでいきます。2回巻きつけます。1、2、そして針を刺して糸を持ってきます。4本かかっている状態で2本引き抜く。また3本かかっている状態で2本引き抜く。未完成のものを1本作りました。
1、2、針を刺して糸を持ってくる。この状態で奥側2本を取ります。この状態で奥側2本を取って1、2、針を刺して糸を持ってきて2本引き抜く。そして奥側のまた2本を引き抜きます。未完成3本で糸を引っ掛けて一気に針を通します。鎖編み4つです。1、2、3、4、引っ掛けて針を刺します。奥2本、奥2本、1、2と引っ掛けて針を刺す。持ってきて奥2本、奥2本、この要領で編み進めてください。一気に引き抜きます。1、2、3、4、残り2つの玉編みのところまで来ました。2回引っ掛けて針を刺し糸を持ってくる。2本取って2本取って。これで2本ですね。3本目糸を持ってきて2本2本と引き抜きます。この3本を一気に引き抜きます。鎖編み4つ、1、2、3、4、最後です。2回引っ掛けて針を通す。2目、2目、2回引っ掛けて糸を持ってくる。2目、2目、そして3本の未完成の長々編みができたら、針に刺さっている4目を一気に引き抜きます。そしてここ鎖編みを忘れないようにしてください。1、2、3、4、立ち上げ4つ目、玉編みの頭は次の目です。そこに引き抜きます。これで4段目が出来上がりました。次は5段目です。これが完成の状態なんですが、1段、2段、3段、4段、5段目。長々編みの玉編みの間に長編みを5本と鎖1つです。引き抜き編みで移動していきます。隣の穴に引き抜き編みをして移動します。この状態からスタートです。5段目の立ち上がりは鎖編み3つです。1、2、3、そしてこの間のところに長編みを5本入れていきます。引っ掛けて針を通して糸を持ってきます。そして2本引き抜く。そして2本引き抜く。これで長編みが1本編めました。同じものを5つ入れていきます。この立ち上げの鎖3目も1本と数えますので、今4本入っています。これで5本です。1、2、3、4、5、そして1つ鎖編みをして5本です。そして鎖編みを1つ。残り2つのところまで来ました。
同じく編み込んでいってください。とっても可愛らしい色なので気に入っています。皆さんもいろんな糸で編んでください。お気に入りのコースターとして使いたいと思います。最後です。この引くときにちょっと編み地をこうキュッと引いてあげるとやりやすいですよね。キュッキュッって感じで、最後の1本です。鎖編みを1つ、この状態でチェーンつなぎというのをやっていきたいかなと思います。糸始末分だけ糸を伸ばしてください。引っ張り出します。針に糸を通してください。この結び目のところが綺麗に鎖編みになるように糸始末をする方法がチェーンつなぎです。 1,2,3 目目の頭に針を刺します。そして引きます。次は引き抜いた最後の目の半目に糸を通します。こうすることでつなぎ合わせが鎖のようになります。これがチェーンつなぎです。では裏で糸始末をしていきます。こういうところにザクザク入れてっちゃっていいかなと思うんですけど、お好みです。あまり糸をギュッギュッと引っ張りすぎずに優しく糸始末をしてあげてください。糸始末ができました。これで5段で編むカラフルコースター、爽やかですね。できました。もし凸凹が気になるようだったら軽くアイロンをしてあげてみてください。皆さんの生活にも華やかなコースターが使われていると思います。ぜひいろんな糸で編んであげてください。ご視聴ありがとうございました。のりぺでした。